Hey, everyone, KTV. へようこそ、日本人のポドキャストを皆様に毎週火曜日お届け頑張ってますか、えー、ちょっと2週間のブランクを、えー、設けてしまいました。お久しぶりです。My name is 金金 m y name is Rachel.My name is s 太郎 n g a r 感じで今日はこの3人で皆様に KTV をお届けしていきます。今日のメニューには皆さんから昨日募集した質問、ストーリー、何でも、まあ、そういうのをツイッターから。 ちょっと僕らが読み上げながら、まあちょっと答えたり、雑談したりっていう感じなんですが。えー、その前に、ちょっとなんか久しぶりな顔、まあ久しぶりな、久しぶりな感じもするので。えー、まあ、レイチェルの調子は。どうですか。調子いいですね。うん、最近は、えー、っと、まあ、ボスと慎太郎みたいに。ユーチューブはそんなになんですけど、ちょこちょこ頑張ってますし。まあ無理して謙虚に話さなくていいですよ。<laughs> <laughs> で、まあ。 今登録者何人ぐらいああでももうすぐ1万2千人とかですねわお小さな村ですね <laughs> 村今村ですね <laughs> そうですねもう少しそれがシティみたいになれば <laughs> なってねいいね慎太郎はどう僕も減量中でいい感じに絞れてきてまだ全然辛くないんでちょっとこれからもっとよくします、ね 今までの原料、結構新太郎大会出てるけど、今回の原料が他と比べてまた違ったりとか、僕が見る限り、もうちょっと楽そうに絞ってる感じがするそうですね、今回は結構スムーズに、そんなに食事も減らさずに、で沖縄にもバンバン行ってるし、バ,バン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 ま,、ね、ま,あまあまあそうですね、ねでもちゃんと沖縄でも我慢して、すごいね、食べたんで大丈夫です、意外と辛いんですよね、その出かけてる間の食事の我慢って、旅行が一番つらい。 でしかもいつもよりお腹すくし YouTube はどういい感じ YouTube はまあレイチェルぐらいぼちぼち <laughs> <laughs> 私ぐらいではないでしょうんかあの最近もうみんな YouTube やっててあのたぶんレイチェルも慎太郎もそうと思うんですけどあのもう全部見切れない見切れないパッと目について あこれは見たいっていうのぐらいしか見なくなってしまいましたけど皆さんたくさんあるチャンネルの中たくさんある動画の中でこの動画を見てくださってて本当にありがとうございますとい,いう感じでまあ,あのいろいろ僕らも話をしたいんですけど早速、まあ、質問にちょっと入ってみようかなんか質問をしながらもっとそこから話も広がっていくかもしれないので、うん、ちょっとレイチェルちょっと質問お願いしていいですかはいオーケークエスチョン1 はまあ、ボスについてかもしれないですね。最近おひ、あ、これ、村田さんからです。ダンディ村田さんでおダンディさん <laughs>、えー、チャンネルやってますね。はい。えっ、ー、と、最近、おひげがダンディでかっこいいですかおひげのメンテナンスはどうしてますかなんか、ダンディさん、村田さんってめちゃくちゃ、まあ、ケアとかそういうの上手じゃないですか。だから、うん、半分バカにしてるのかな <laughs> <laughs> 冗談ですよ。まあケア もうここ以外をただ剃るそれぐらいでここがちょっと手に負えなくなったらちょっとハサミでちょっと切るぐらいあんまりそういう <laughs> 僕はそういう、ま、清潔感はすごく大事にしてるシャワーとかもちろん1日も1回は最低する2回する日もあるでもそのなんか髪の毛とかしたりとか眉毛をこうやってやったりとかそういうのを一切しない眉毛は本当にこのまま、えー、何も触ってないここも何も触ってない、えーえー、そういう感じで最近 うん、まあそれぐらいですケアはなんかケアのコツある慎太郎の美, <laughs> 美肌のコツ僕に聞くのは間違ってると思うけどヒゲが生えないんでまだ <laughs> それ聞こうと思った<う> <laughs> ヒゲが生えないヒ <laughs> が生えない <laughs> なんかねあのヒゲを剃れば剃るほど生えるああ<ー>僕は えー、体の毛を大会のために剃り始めたから体にもっと毛が生え始めちゃってる。ああ、なんでなんで,ですかもともと体あんまり毛がないけどね。いや、えー、あそう、僕もあんまりもともとないんですけど。しンタもう無理して、今の顔、毛がないのに、ないけど剃り始めたら増えるかも。ないけど剃り始別に欲しいわけじゃないか。<laughs> 多分似合わないと思う。うん。イメージない。多分あと5年ぐらいしたら、欲しいかも。<laughs> レイチェルはヒゲ生やす顔に あ結構、<laughs> 今年ど<う>、ね、ケアケアとかコツがあれば女性に肌のケアのコツとか <laughs>。私もあまり気にしてないっていうか。 <適>当 <laughs> <laughs> ごめんなさい、いいるんですけどアドバイス、KTV からアドバイスがないです。うん、でもあの、村田さん、えー、コメントありがとうございます。質問ありがとうございます <laughs> 村田さんのチャンネル、皆さん飛んでみてください。結構なんかおしゃれな感じ、<laughs> ダンディーな感じです。うん、僕らより全然ダンディーですね。ダンディーさを求めてるなら、村田さんチャンネル。なんかあるほかに。あ OK。じゃあ次の質問いきましょうか。 カネキンさんと慎太郎さんが初めて通ったジムは何でしょうか、うん、これはなぜ私の名前は入ってないのかレイチェルってツイッターやってないでしょ <laughs> やってない<ー>、うん。だからそのタグ付けしたときに慎太郎しかタグ付けできなかった。<laughs> <ん>だからいやでもこれタグじゃないですよ。カネキンさんと慎太郎さんって普通に書いてある。差別だ。差別だ。差別だ。<laughs> 別だ <laughs> ちょっとショック。おそこの君 <laughs> <laughs> まあ、もしかしたら彼女とか奥さんがいて、レイチェルの名前を入れてしまうと、えー、怒られちゃうから。あそういうことそういう感じにしましょう。<Okay. S 1> えー、僕が初めて通ったジムは、えー、市営ジムでしたね。館山の、えー、運動公園という公園にある、結構設備の整ったジムでした。市営ジムの割には。ただ、いろんなルールがあって、まあ、そこのスタッフの方と僕も仲いいんですけど、すごくいい措置ばっかりで、ただ、そのジムにはやっぱり市営ジムということで規制があって。 えー、まずはストリンガー、ータンクトップを着ちゃダメ。マジか、うん。スリーブレスはオッケーな。でもこういうダボダボな感じじゃなくて、<ー>もう本当に腕だけが出るようなスリーブレスならそこが限界。で、うるさくしゃダメっていうか、なんかその、ウェイトあんまりおしゃべりうるさくしゃダメ。そして、ウェイトをガシャってやるのも絶対ダメ。だからデッドリフト、そのおかげでっていうか、プラスに考えれば、そのおかげで僕のデッドリフトの、 エクセントリックの動き<ー>めちゃくちゃ強くなった1 8 0キロとかのッドリフトをこうやってゆっくり丁寧にカチャっとーーそれで結構背中はでかくなったかもしれないじゃあそのジムのおかげです、ね、ジムのおかげかも立山運動公園ええー、まああと安かったですね1時間100円ああ安いだから大体2時間で終わるから1回200円いいジムだうん悪くないしんたろう 市営ジム地元の福太郎アリーナっていうところで僕はアルバイトしてたんでそのタイミングでトレーニング始めて、うん、そんな感じですね家に近かったって感じそう,、ね、そ,うそうです家近く近かったです近くてそこでアルバイト始めてそれでその後にトレーニング始めたんで、うん、そのトレーナーのためにっていうか市営ジム多いかもね初トレーニング、うん、かなり気軽に行けるから、うん、気軽に行けるしなんかその、うん まあたまたまそのねバスケそこでバスケとか卓球とかなんかやってたら、うん、あジムもあるじゃんみたいな感じで流れ込む人もいるかもしれないし確かにで中に入ると結構年寄りしかいないからあんまり圧倒されることはない、うん、ああそう <laughs> いきなりゴールドジムとか行けないですもんねいや行けない、うん、は初めてのジムがゴールドジムはちょっとレベル高いかもレイジルはああわーありがとうえでも 私は高校3年生、まあ、アメリカだったら4年生なんですけどその時ドイツに住んでてでそのドイツのアメリカの,、えー、とその基地の中のジムが初めてのジムでしたやいきなりめっちゃいいとこじゃん <laughs> でもそれはもう普通に無料でただで使えたから結構マシンとかいっぱいあったんですけど最初からいいジムにいいジムというか 全く何やってたか分からなかったんですけどね。いやずっと普通にマシンとか <laughs> 腹筋とか <laughs>。それだけでしたね。<laughs> まあそう,やってはじそういうとこから始まった僕らが今高校まで来れてるからあの皆さんもね、なんか最初、試合体育館、最近みんなインスタとかで結構ね、すごく映えるジムとか、すごいおしゃれなとこでトレーニングしてる、そういう雰囲気しか。 みんな写さな,写さないまあ試合ムとかはほぼなんか写真撮影ダメなとこも多いしだからみんながそういうすごいいいとこでト撮りングしてるイメージがあるかもしれないけどまあほとんどはもしかしたらね試合、うん、ムも全然全然大丈夫です僕らもそこからスタートしてるし、うん、いやそんな感じかなあと何かなかった面白話とか面白話質問でもまた質問でもいいですよどんどん質問いってもいいし、まあ、面白話だったら <laughs> 慎太郎さんの沖縄面白話が聞きたいです沖縄面白話 <laughs> それ確か北山さんからだったから<山><あ>マスルおじさん、ね、マスルおじさんチャンネル皆さんです、ね、もう多分僕の動画を見てる人はわかると思うんですけど別に僕の動画見てて笑うシーンってないと思うんですよね <laughs> <laughs> いや僕は笑うよ<笑><に><笑>本当ですか笑うシーン。面白いから笑ってるわけじゃないけど <laughs> え例えばな何見て笑いますか <laughs> なんか なんかなんか場所の表し方とか食べ物の表し方なんかこ食べ物をこ食べてるって、はあうん、美味しいって言ってるのに食べ物を一切見せてくれない顔しか映ってないあ<ー> <laughs> なんかそうなるの <laughs> 確かにそれが面白い結構ね食べる動画ってみんな食べ物見たがる<ー>、うん、で食べるとこも見たがるけどもうなんか もう食べ物をこうやってスプーンでこうやってかき上げて中身を見せてからの食べる方がね僕はそれをねプロタンから学んだんですよ確かに <laughs> 言われないって気づかなかったな結構僕も頑張った最近の,あのベガスの動画で僕も結構あの食べ物を表すのが下手ってことが分かってだから最初食べ物を見せるときはまずその外見的なことああちょっと見た目的にこんな感じだねみたいな感じで言ってちょっと開ける ああ中にはこうやってハムとかチーズとかレタスとか玉ねぎが入ってるねみたいな感じで<ー>熱かったら熱とかそういう感じあちゃんとで食べた時に食感、まあ、香りあ<ー>そういうのをずっとやるとなんかちゃんとやるとなんか見てる人が楽しんでくれる感じ、えー、考えてやんないとダメだめ難しい食べ物はでも沖縄面白話はレイチェルレイチェルは住んでたから出身レイチェルがあるんじゃないですか <laughs> この前に怒ったんですよ。この KTV が始める前に <laughs> その質問を読んでて、なんで慎太郎についていつも沖縄の面白話とかそういうの来るの<ー>と思って私が沖縄人だって思ってまあね、そうだね知ってる人は少ないと思うよ知ってる人は少ないです。まあ、レイチェルといえばみんな海外からのレイチェルって思い浮かぶからね、うん、沖縄からのじゃないか、うん、ちょっと頑張ろう <Yes. S 1> <laughs> 沖縄面白話面白話っていうか前 えとみんなで沖縄行った時面白かったかなと思って台風がちょうど来て,て台風が来て <laughs> 何もまあ沖縄は雨が降ってるとほぼ何もできない場所なんだなっていうことがそう本当にそうです <laughs> 晴れてないと晴れてると最高晴れたら最高雨降って台風やしたらもう何もすることないで でも沖縄って結構なんかバジェット的にあまりお金を使わなくても楽しめるところたくさんあるそうですね、うん、食べ物もおいし,しい食べ物おいしいおいしいですよ <laughs> 怒られるかもしれないけど <laughs> 食べ物がおいしいっていうよりはなんか違う感じなんか日本とアメリカの間の食べ物ぐらいみたいな、うん、変わった焼き方とか、うん、変わった焼き方なんだろうね うん、なんかそういうタコライスとかおうおう全然メキシカンじゃないんだけど日本でもないアメリカでもない<ー>なんかタコライスを日本の材料を使って作っ,た作っちゃったみたいななるほどね <laughs>、うん、日本人に合わせた味っていうかもしれない確かに。<laughs> <laughs> まだこの人、沖縄の人間が好き、沖縄の人間はまた変わってるから好き、そうですよ、一番優しいんですよ、うん、沖縄人は。うん、まあ、あの、実際して僕がタトゥーあるから履いちゃダメって言われたこと以外はね、<laughs> まだ何に持ってる。<laughs> <laughs> <laughs> だって、タトゥー見せるのはダメって分かるよ、<laughs> ゴ,ゴールドもそうじゃん。うんうん、でも僕はちゃんと T シャツを着てトレーニングしてて、その次の日また、あ,あまあよかったからまた行こうって言ったら、スタッフが <laughs> あなたはタトゥーありますよね、みたいな感じで。<laughs> 僕らはそれで入っちゃうのって言われたからね。まあそこら辺複雑だった。しょうがない。まあまあルールはしょうがない。あそこまで立派なジムを作ったらね、もうルールは自分たちで作っちゃっていいんじゃないですか。文句になったら自分でジム作りなさいっていうぐらいだからね。作っちゃいました。えっと、嫌われそうな感じかまあまあまあ、次行きましょうか。Okay。 でやっぱり質問の中でもう筋トレ系とか減量についての質問が一番多かったんで 2>,、うん、まあ2人の方がえう、ー、が答えられると思いますけどプロテイン以外で摂取する各々が選ぶ、えー、と必須サプリ3つ教えてくださいプロテイン以外で3つそ<う>必ず取ってるものクリアチン BCAA か EAA、うん、そして、えー、シトリンマレット MeToo でしょ <Okay. 笑> でもそれはもう <laughs> トレーニング中ですよね、うん、まあそのプロテイン以外の<も>に取るサプリって結構イントラとかプレワーカウント系が多い、うん、でやっぱりそこを重視しちゃうもう本当に効果を感じるサプリ、うん、で食事から取れないその量でだからやっぱりサプリに通しても食べる、うん、プロテインって実際僕はそのプロテインよりもその3つの方が大事だと思ってる プロテインタンパク質なんて鶏胸とかなんかリーンな肉から取れちゃう,うん、うん、でもクリアチンをじゃあ5ム1 0ム取れって言ったら、ね、大<変>そのステーキを何 <laughs> じゃあ6キロ食べるもっとかな、うん、もっとだね、うん、一人前とじゃあ3ムからまあ4 6ム取れていったらじゃあどっから確かにどっから取るのうんだからサプリに関してはプロテインはサプリだとに数えてないです僕はもう食べ物プロテインは食べ物、うん うん間違いしいいろいろ試してます <laughs> 僕はアイハーブでもいろんな種類を買って飲んでみてまあ実験中減量中とかでもないのでいろいろ今試してます、うん、でもやっぱりオプチの2がまだメインかもしれない、うんうん、慎太郎はメインは結構ハレを飲んでるね最近僕はそうハレオさんからいただいてるんでアイソレートプロテイン まあ減量中なんでアイソレート一択ですね。ビッグアスリートだ、うん、スポンサーついてる。えー、そうだね。まだまだだね、私も。そうだね。<laughs> 時間の問題、ね、僕,僕とレイチェルはノースポンサーです。ノースポンサーですよ。<laughs> スポンサーない。私はそう言えない。オッケー。まあ次行きますか。はい。 減量中の抜け毛がやばいです。減量中に気をつけていること、ストレス対策とかあれば教えてください。その気が抜ける理由を多分その人はストレスが原因と思ってるみたいだね。それは合ってるかもしれない。減,減量っていうのはその大会の減量なのか、ただのダイエットなのか。確かに。<ー>大会のダイエットだったら分かるかも。うん、本当にストレスやばいから。うん、<laughs> やばいと。 まあ大会の原料とすればそれは対策ストレス対策ありますか,だか食事以外の欲を満たしてあげる慎 <laughs> <laughs> 太郎の名言が出ました <laughs> それでいいんじゃない答えはでもまあその髪の毛、まあ、ちょっと話ずれちゃうかもしれないけどその髪の頭がハげてきたら ちょっとなんか溶かして隠すのはあんまり好きじゃない僕はうどうせあったら全部そっちゃえばいいもうジェ,サンジェイソン <laughs> ジェイソンステイサムジェイソンステイサムジェイソンステサ <laughs> イサムみたいになればいいんじゃないですかブルース・ウィルスとかそっちゃうあああいうのって外国人ってかっこよく見えるんですよ鼻高くて彫り深いからあのスキンヘッド<ー>日本人ってなんかもうお坊さんとかなんかもう <laughs> <laughs> いやそんなことないよな似合う人いるよ <laughs> あの僕が前 えとまあ、ちょっと撤去作業で仕事したところの社長<ー>山田さんという社長はいるんだけど彼ス,スキンヘッドめちゃくちゃ似合う<ー>めちゃくちゃかっこいいよマッチョだしあ、まあまあ、筋肉あればいいかもしれないじゃあ筋肉頑張ってつけましょうそしたら髪の毛抜けた頃には <laughs> <laughs> かっこよく、oh、<laughs> いやでもいろいろそういうなんか治療が最近あるじゃないですか僕はちょっとその世界にまだ髪の毛はもう 必要以上にあるんで考えたことないいでですすいませんでもストレスを削減するのに大事なのはやっぱりそのうん何 <laughs> だろうねもうに周りのもう身近なとこからちょっと直していく変な人が周りにいるんだったらその変な人をちょっともうちょっと遠くに置くとかまあ食べ物も続けられる食事、うん、そのあまり無理せずに。 その長期的に続けられないと意味ないので続けられる食生活を見つける、うん、バランスのいい食生活、うん、それぐらいしか言えないすいませんなんかちょっとこのトピックに関してはあまり詳しくないですやっぱ病院行った方が早いかもしれない抜け毛とかしたらなんかその何<ー>だっけ前昔よく流れてたやつアートネイチャーだったっけ<ん>髪の毛生やすやつリーブ21リーブ21だ、ね、リーブ 21? まあいいや次行こうスキンヘッドになっても坊主になっても自信持てばスキンヘッド似合うと思います大丈夫です問題ないですそれに自信持てば結構真面目な質問だったんですけど僕はあんまりちょっと真面目に答えられなくて申し訳ないです OK じゃあもっと真面目な方に行きましょう金金さんや慎太郎さんは大会前に仕上げる際に体脂肪率は何パーセントにしてますか参考にさせていただきたいです 大会前、測ったことないんですよね、僕。あんま体脂肪率全く気にしないんで、もう完全に見た目勝負なんで。絞れて見えればステージではいいので、うん、ただその体重測ったり、まあ、インボディで体脂肪率とか、まあその筋肉とかを見るのは意味がないとは言ってないです。結局でもおすすめ、まあ、インボディとかでそうやって測ったりするなら、おすすめするのが、まあ、毎回同じ環境、状況で撮ること、うん、同じマシン。そして、 例えば朝一の空腹の状態、トイレを全部済ませた後に毎回やるとか、その食べた後とか、水をたくさん飲んだ後とかでまた左右されちゃう。だから同じような環境で毎回測ることで、それをあくまでその、ああ、先週は6%あったけど、今週は5.6だとか、そうやって目安、あくまで目安で、として見た方が、うん、その日によってちょっと水でむくん,だむくんでたりして、 いや今の方が太っているように見えるってなった時になんかメン,、うん、メンタルがあれ焦っちゃうっていうか <laughs> うんあんまりあんまりだからまあ結局、うん、僕らの答えは測ってない、うん、そうですね気にしちゃうと逆に僕はストレスになっちゃうんでまあ大体仕上がりの質感ってその、うん、まあお腹の下の方とか背中の下の方って脂肪がこうやって 残りやすい場所をこうやって指でつまんで中にこのザラザラ感のちょっとなか,なかったらもう本当に皮膚だけの状況がもう仕上がっている状況なので、うん、もうずっとつまみながらつまんで大体1センチぐらい残ってたら、まあ、あと1絞りって感じ2センチぐらいこうやって残ってたら、まあ、あと2絞りって感じ大体1センチ1キロぐらいの脂肪僕,僕の本当に適当な目安なんですけど、うん、で肌をこうやって引っ張って つまんで引っ張って離した時にこれでゆっくりピザーって戻るのが絞れた肌ビョーンってまたパチンって戻ったらまだ脂肪があるって感じ確かにそれぐらいかなでも結局あのこ,こ,、まあ、ここだけの話なんですがその絞れて見えればいいのであの絞りきりすぎちゃうと逆にあんまりパンプとかしない人もいるのでもう自分に合った絞り方を見つけるのが大事だと思います 僕はもうマニアックになっちゃってもう死ぬまで絞るんですけどまあそれがベストなのかはちょっとねいろいろジャッジとかに聞いてちょっとね、まあ、いろいろ最近勉強中ですえーかな、うんうん、今日結構僕ら真面目だね確かに <laughs> 質問が真面目なんじゃないですか <laughs> そう、みんな真面目すぎますね、うん、質問が僕らってまだうん <laughs> 大丈夫ですよ、何でも OK でもう。真面目な質問も全然好きですよ。<Okay. S 1> ありがとうございます。まあ、皆さん、こうやってツイッターとか、えーまあ、フォローしてくださると毎回新しい通知とか、えー、ニュースとか、まあ、先に聞けるので、えー、カニキン TV のツイッターをフォローすることを強くおすすめします。ゲストも、えー、ほぼ決まっているビッグゲストが何人かいるのでそちらの方もお楽しみに。皆さんの えー、ここに出場してほしい人のリクエストとかあれば全然コメント欄に50にコメントをどうぞまだ質問あるかないっぱいあります。Oh. OK <laughs> これはちょっと相談みたいな質問なんですけど今高校生でバイトをしてます。給料は月3万円ちょっと。初心者で今は試合ジムに通ってます。バイトの都合上行けるのが週3から4回ぐらいです。ですが 早くでかくなるには、エ、え、イ、ー、ジムよりエニタイムの方がいいのかなと思い入会しようか迷ってます。なので、皆さんから背中を押す言葉をいただきたいです。え、な、月給はいくらって言ってたその人。うん、s see. <S 3<万>月3万円。月3万円給料が。<そ>高校生だから高校生。あ、そっか、びっくりした。<laughs> <laughs> <laughs> 大丈夫ですよ。万円僕も昔お金にわってましたよ、めちゃくちゃ。 お金より夢が大事なんで大丈夫ですよ。CA ジムのままで全然いいと思います。全然いいと思います。逆に、下手にエエニタイム入っちゃうと CA ジムの方が良かったりします。エニタイムの方が多分ルール厳しいと思います。僕エニタイム会員なんですよ。エニタイムのこと悪く言ってるわけじゃないんですけど、僕は CA ジムの方が伸び伸び人の目を気にせずにやれますね。うんかな いやーマニタイムも当たり外れが結構激しい試合ジムで全然十分だと思います<ー>逆に試合ジムでちょっとねその鍛え上げた方がもっと強くなると思う、が精神的にも。うんうん、なんだろうねでもダンベルしかないとかなんか本当に器具がやばかったらエニタイムの方がいいかもしれないけど。 まあそのアルバイトの関係で3から4回しか修理トレーングできないというのは意味がわからないどんなアルバイトなんだろうっていうか34回でも十分だけどね十分です、ね、全然十分、うん、若い人はすぐ筋肉つくなんかエニタイム行って何が変わる使かって特にないと思います、うん、もうあの CA ジムでその機材を使ってそれをマスターして、うん、でそこも飽きちゃったらでなんか高校も卒業してもっとなんか なんか余裕を持ったらお金的にとか、まあ、エニタイムでもゴールドでも入ればいいと思います。でも入会す,るすれば金金ジムですね、学割もありますんで、もちろん、うん、もう <laughs> 北海道から通ったりしても全然いいですよ。<laughs> やばい、そ<う> <laughs> 回来るだけで何万かかまあまあ、金金ジムもね、まあ、デイパスとかあるので、まあ、東京とか近くに来ることあったら全然遊びに来てください。で、僕がいれば気,気軽に声かけてもいいですよ。た大会ととか近いと 結構僕は喋ってくるなっていうオーラを出すので確かに <laughs> フードをしてヘッドフォンしてそういう目つきが変わるので、まあ、今だったら結構結構あの優しいので全然声かけていいですよケー。次行こうか On that,、no. えっとまあ普通にん let's see まあトレーニング前に何を食べてますかはありますけど レイチェル何食べてるトレーニング前に。正直に。正直に。<laughs> <laughs> 正直に答えると、大体トレーニングするのがシフト上がりなんで。あ遅いね、そしたら。そう。なんでコンビニとかでおにぎりとおにぎりかお餅かどら焼きみたいな。その3つで大体、ね。そっきゅうなカーボ <laughs> まあ日によりますね、ちょっとさっぱり系か甘い系食べたいとか。あ いいねなんか減量中じゃないし本当に <laughs> 普通に <laughs> お二人はどうですかなんか生きる意味ってなんか生きる中の幸せってその食べることが一つに含まれてるいやそれすごいですよねで,<は>でも選手でいる間はその一つの幸せをもう奪われる奪われてない選手もいますよでもどうせ甘く仕上がってくるんで <笑><笑>いやー食べる幸せは本当に大会後にすごくあの感動はね皆さんも味わうべきですよ一回はね6ヶ月ぐらい一切チートミルなし <Yeah. S 1> もう味を忘れるんですよ、うん、でブロッコリーとかがキャンディーみたいな味になってくるアスパラガスがもう甘い水が甘い <laughs> そこまで行ったことないかもしれないブロッコリーがキャンディーはちょっとヤバいですね<ば>ブロッコリーがキャンディーみたいになるト <laughs> <laughs> 胸ムは相変わらずまずいですね <あー S 2> <laughs> 最後まで最初から最後までそれがわかんないですね何 <laughs> <うん S 2> だったっけ質問あトレーニング前何を食べてますかですけど増量中と減量中で一番何トレーニング前に食べてるのって 変わりますかお二人は基本カーブは絶対、うん、っていうかほぼ白米が多いですね取れ米うん、うん、理由は、うん、一番パワーが出る気がするああプラシーボうんしまあおしいじゃないですか 白米って、あんまりその腹に残らないっていうか、あまりむくんだり、んあ,のあんまりガスも出ないっていうか、か消化しやすいから白米結構ボディビル界では人気かもしれない。トレーニング前のはオートミールはやめた方がいい。ゴロゴロいっちゃう。うーオートミールは朝一とか、えー。トレーニング前はやっぱり白米とか、白米とか、白米とか。だね。僕も白米だね。<laughs> 白米と鳥、まあ、胸とか。すごく急いでるときは、 えーまあ、プロテインそしてカーボリンみたいな感じあのカーボンパウダーが多いそうするとまあ30分後にはすぐにトレーニングをパッと気持ちよく始められるも大概トレーニングの1時間前に食べるようにしているので、まあ、白米とほうれん草と鶏むね定番ですそれは原料でも増量でも変わらないですか変わらない量が変わるだけ<ー>いや全く一緒つまらない生活 <laughs> ただいま風邪をひいておりだるさが、えー、と長引き1週間トレーニングでき,できていなくて罪悪感でさらに具合悪くなっています皆さんは風邪をひいた時のトレーニングはどうしてますかすごく偉いと思う1週間トレーニングしないだけですごく罪悪感感じてる優秀ですね優秀ですね <laughs> 罪悪感感じない人多いもんね。でも思いっき切っ,って休んだ方が一番いいと思うすけどね、うん、それが一番。風邪をひいてその、トレーニングしてもっと調子悪くなるような風邪だったらやめた方がいいけど、うん、別にそんなにあんまり、ただまだ動けるような感じの風邪だったら全然いいし、ただマスクとかをして、あんまり他の人に近,近寄らないようにした方がいいと思います、マナー的に。 ジムっていろんな人が使う場所なので、他の人に移してもかわいそうなので、僕の場合は風邪をひいた時は、まあ体がどうせまあ1日2日ぐらい休んでいいかなという感じで休みをとってます。そんなほぼ休む時きないので,で、風邪ひくのもあんまり少ない。だから休んだりするかな。<music> うん、Do you get colds a lot? うんあまり,あまりですね。 なんで、風邪ひいたときはやっぱりちょっと休んだほうがいいかなと思ってあまり風邪ひかないんで、うん、風邪ひくと本当になんかいやいや、うん、重い感じ慣れてないから休みましょう皆さん風邪ひいたら 1>,、うん、1週間はさすがに長いから在庫感感じるかもしれないですね1週間の筋トレブランクって僕多分5年6年ぐらいしてないと思う、うん、同じかも。トレーニングを始めてから 6, 6, 6, 6日間のブランクはない、うんうん 絶対ないねこの前、ベガスの後に、えー、過去、トレーニング始めてから過去最大のブランクがありましたね。5, 5日間、ノートレーニングで行きました。こんにちは。<laughs> 郵便局です。<laughs> <laughs> <laughs> えっと。 郵便局の配達でした。<laughs> ちょっと変な空気になりましたが。えけ？ままあ、休むことです、ね、ああ、そう、休むこと。<laughs> 休んだほうが一番いいです。うん、まあ、でも一週間も休めば、もういいんじゃないですか。家で腕立てとかからスタートして、ちょっとまた力をつけていって、うん、少しずつまあ、 これはジムに戻れるなと思ったらジムに戻ってもう本当に自分の体に従うで自信がないならもうちょっと病院行って見てもらう、うん、本当に僕らは医者じゃないんで医者と比べたらもうバカなんで言 <laughs> い,い方 <laughs> 面白いよね医者はなんかそういう特化してることには何でも分かってるけどとあなんかあんまりし 医者だからって彼ちがめちゃくちゃフィッ体フィットってわけじゃないじゃんむしろなんかちょっと超不健康じゃん <laughs> そ,こそれがすごい面白いと思ってやっぱりもう<っ>人の体を治すことにすごく特化して人を助ける助ける助けるそっちにばかり巻いて自分の体も死んでるお医者さんが多い <laughs> 一番なんか疑問に思うのが、うん いや暇 <laughs> なお医者さんがもうちょっと痩せた方がいいんじゃないとか <laughs> まあそういう世界ですよ、うん、確かに OK これちょっとまあ皆さんの返事が面白そうになりますんで2択問題です100億円もらえるが、えー、と今後一切筋トレできないそれか100億円もらえないが一生筋トレできるどっちを選びますか みんな変な世界を作るのが好きですね。そういうなんか選択。慎 <laughs> 太郎、<laughs> どうぞ。絶対どっちか選ばないといけない。じゃあ、ね、絶対どっちか選ばないといけない世界を作ろう。うん、僕らは今、その状況に僕らがいる。<Yes. S 3> そしたら、100億円取りますね。<laughs> 100億円は多分ほとんどの、えー、人が生涯作るお金の何倍よりも多い。うん 100億,100億円はね、うん、結構まあ大きな額、うん、やめるでしょ筋トレ <laughs> 100億円ね、うん、で逆にその100億円で何をする100億円で何をする筋トレをしちゃだめだけど、まあ、アクティブにスポーツとかはしていいってことでしょだったら僕サッカーやってたんでんまたサッカーやりたいしいろんなスポーツやりたいですねできなかったことお金が必要だったことをやるうん、うん 100億円ね。レイチェルはいや、でも私も100億円もらいます。うん。別の幸せを作ります <laughs>。別な幸せを作る <laughs>。<laughs> 探します <laughs>。そっか。でも100億円ってなんかね、もらった時点であなんか荒れると思う人生が。だからもらわない方がいいと思う。なんか100億円をじゃあバーンって手に入れるじゃん。 絶対もう何て言うんだろう宝くじとかそういう当たる人いつもなんか生活が荒れるストーリーしかないへえ<ー>、うん、んか始まったもらう前の状況よりひどくなったりマジか、うん、自殺しちゃったりとか残念なことになんか僕だったら100億円でいろんな方法に使えるとは思うんですけどあのー、トレーニングを選びます100億円はもうそのうち作ります <laughs> ボスは簡単に言えますねそれ。百 <laughs> 億円。まあ、でも、お金よりもね、最近発言力が大事かなって思い始めたから。その発言力があった方が、そのお金。お金百億円で、結局、何するの。幸せを探す。百億円で、何するんですかね。うん、それを知りたい。結局、百億円。僕が、じゃ、この世界なしで。じゃ、百億円が。まあ、手に入るトレーニングもできるとなると。 結局同じようなことしかやってないと思う今とあ<ー>、まあ、トレーニングをして多分ジムがもっともっと派手になるぐらいかな私は世界を旅したいです100億円もいらないよそれ今でもできるよいや今できないお金はちょっと必要いや意外とできるあそっか世界を旅する、うん、宇宙に行きたいですね宇宙100億円あれば宇宙行けるかも w h e r is it?Amazon が 販売してるのかな<え>イロンマスクだったかななんかその宇宙旅行を10億とかそんな感じじゃないおーじゃあいける、うん、なんか結構お金を予約すれば <laughs> そのロケットが完成次第宇宙旅行ができるマジか宇宙人に会ってみたいですね本当にいるかいるじゃんそこら辺に道に宇宙人みたいな人 <laughs> いやみ,み,みたいな人みたいな人うん いるのかな <laughs> ああいいね、そのなんか視野が広くてこの世界だけでとどまらない宇宙に行きたい、うん、宇宙100億円持ってる人に聞いてなんかそのインタビューとかしても意外とみんなそんな幸せじゃないよ。うん、確かな 確かにお金がいっぱいあるからって幸せなわけではないか。か、うん、でもお金あった方がいいよね、選択肢は。いらなくはないです。百億円持ってる人がいて、僕らにあげたいんでしたら、全然もらいますよ。うん、欲しい全然。ちゃんと世話してあげます、その百億円を。ああ、い億円、ね。今日めちゃくちゃのんびりなんですけど、皆さん、<laughs> あのちょっと。 モンスターを飲み終わったんですけど全然聞いてないですごめんなさいなんかあと10分ぐらい欲しいでもねあのー、KTV は、えー、皆さんこうやってのんびり見てくれるでなんかこういうのは意外となんか皆好きだったりもするのでもう本当にこれはもうノープレッシャーでも車の中で聞いてたり有酸素しながら聞いたりなんか聞いてるうちに何かばこいつらバカだなと思ってるうちにいつかはあれこれは勉強になるとか モチベーションが上がったとか、それぐらいでいいんですよ。あんまり重く考えずに気軽に一緒に楽しんでいきましょう。<laughs> もう重い、もうハイテンションな、なんかそういうエピソードもあれば、こういうエピソードもあるので、うん、それは KTV です。それが KTV です。もうそろそろ巻き上げてもいいんじゃないなんかいろいろ喋ったし、質問も最後に行く、もう1個質問、うん、なんかちょっとハイテンションで終わらせる。ハイテンションョ でもいいですね、うん。もう本当に演技でハイテンションで終わらせる。オッケー。ハイテンスだったら、そのイネナウトについてありますけど。ああ、エンアンドエト。あ、でも、それちょっとローテーションか。な <laughs> ん別に、まあ。それかスポーツジムについての。<え>ああ、どっちでもいいかな。両方行ってもいいよ。オッケー、じゃ、両方行きましょう。オッケー、so to do。ああ、for in now。 ほ他のユーチューバーがまが、あ、これ質問ではないですけど、ほ他のユ、えーチューバーがえっと絶賛する中でカネキンさんのえっ、ー、と普通評価が最高でした。ありがとうございます。僕もすごいそれにプライドを持ってます。<laughs> <laughs> インアウトをご存知ない方インアウトは、えー、アメリカでのファストフードチェーン店で主にハンバーガー。多分二人が言ってるインアウトみたいな。うん、な何言っていいか分かんない。インアウト。 In, 中 <laughs> そして外。アアメリカではすごく有名なバーガーチェーン店で、mm. えもうファストフードチェーン店の中のバーガーでのランキングでは多分アメリカで一番1位に争いぐらいの有名なダブルダブルっていうバーガーがあって、mm. あのもうほぼ宗教になってる感じ。宗教になっちゃってる。もうみんなそこに行ってそのバーガーを拝んで。 でみんないいことしかない、いいレビューしかない、うん、いいことしかなんか不自然なぐらい。<ー>だんだん不自然。僕もあのインアウト、インアンアウト行く前に、えー、いろいろもう YouTube でちょっと検索してし、取り調べして、そのインアウトの歴史とかを見て、で、なんか不自然。<ー>で、みんななんか食べてるときに、最初ガブって食べて、なんかちょっとこういう感じなんだけど、うわーって言葉が違う。<ー>この目と目と 言葉が合ってないで初めてイギリスのカップルどっかのカップルがそのイナウトを始めていって食べる動画を見て初めて彼氏はちょっとなんかちょっとネガティブじゃないけど最初はちょっとネガティブで始まるんなんかちょっと味が足りないんじゃないって言ってでも結局パッとやばいやばいって感じで変わっていやでもめちゃくちゃおいしいみたいな感じで <laughs> 完璧なバーガーとかって言って <laughs> なんでそこまであの褒める義務があるみたいなやっぱりみんながおいしいおいしいって言っちゃうから それがもう流れになっちゃった感じで僕も本当に期待してみんなも絶対おいしいおいしい行った方がいいって言ってすごく期待して行って食べたら本当になんかインパクトがないバーガーだなって正直頭で思ったのをそれでもなんか言葉がいやめちゃくちゃおいしいとかになってる <laughs> でもやっぱりこれはダメだって切り替えて正直にレビューしないとこれは視聴者にね悪いなと思って正直言った感じ、うん、なんか おいしいけどなんかまあまあそんな特別じゃない確かに普通な普通の普通ンン僕らがこうやってじゃバーガーを買ってチーズ買ってなんか自分で組み立てたようなサン,サンドイッチにもっと近い<ー>さっぱり系の味が薄いなんかそのトマトの味がする玉ねぎの味がするチーズの味がするバンズの味がする肉の味がする でもそれが1つのバーガーになってる感じがしない<ー>なんか1個1個のそれぞれの新鮮さ鮮度がすごく新鮮でああこれはさっぱりだなっていう感じでもバーガーっていう感じじゃない1つのマクドナルドのダブルチーズバーガーみたいにガーって感じじゃない確かにサンドイッチっぽいですね、うん、<れ>ちょっとサンドイッチっぽい、うん、私は N N じゃなくて チェックフイに行っって欲しかったですいやーそれすごく来たかったそのあまりにも物足りなすぎてそのすぐ後にじゃあチックフィルエ行こうってたかと話たそ,それもだチェックチェック,チェックフィルエイそっちもなんかまたオカルトっぽくなってるバーガー屋さんで<ー>インナウトとチックフィルエがチ,あのチキン系フライドチキン系のサンドイッチではチックフィルエがアメリカ一だと言われてる、うん、すっごく美味しい美味しいんだ食べたい まあ食べ物の正直レビューリアルレビューを求めている方はぜひ <laughs> カネキンフィットネスチャンネルにいてください <laughs> 食べ物に関してはまあ厳しくはいかないですけど僕が思う正直な意見は言うのでそうですよ、みんななんかまあほ、まあの人のレビューをたたいているわけじゃないけど僕にとってはイナナウトは本当に普通でしたね岩佐さんも言ってたよう、ね、な気がするまあまあみたいな感じまああじゃあマックの美味しいですよ マックの方がインパクトある。美いしい美味し、おいしさレベルは比較できないけど、<ー>全然違うからでも、まあ。大会後にじゃあどっち食べたいかって言ったら、そりゃマックだね。<ー>絶対マック。あと、イナナオトの、えー、とポテトフライはゴミ。それは言える。<laughs> 普通に。<laughs> ゴミ、うん。油のに油乗っけて、そのようにまたシ質を乗っけて、塩の味しかしない。<ー>ケチャップないと死ぬ。で、ケチャップとこない。<laughs> えー、ケチャップとこない。 まあまあまあ。次次 <laughs> 叩かれた。<laughs> オッケーじゃあ最後いきますか。えー、っとスポーツジムで働いて楽しいこと辛いことを教えてください。スポーツジムで働くことがこことに興味があります。はあ、い,い質問だね。そうこれはレイチェルと慎太郎が答えた方がいい。僕は。<laughs> えー、カネキンフィットネスチャンネルを始めたばっかりの時そして、えー。立山から柏の方に引っ越した時に。 僕はトレーニングを一生やりたいと思ってじゃあトレーニングイコールじゃあフィットネスジムで働いたら一番やりやすいかなと思って面接しに行ったあるんでかいなんかジムなんかコマーシャルジムみたいな感じ、うん、で面接も見事に落ちた, <laughs> 落ちた <laughs> ジムで働くことすらできなかった <laughs> なんか面接機にその,その面接のまあその店長みたいな人が あ君なんか筋肉でかいねって言って、その時まあガリガリだったけど、まあその頃にしては結構マッチョだった。<ー>ベンチ何キロ上がるんだいって言ってあ、110ぐらい。めちゃくちゃ強いですねって言って、まあそれで結構いい流れで始まったけど、その後なんか、まあ、ここではこういうレッスン、グループレッスンとかそういうのにすごく強化してて、そういうのは興味ありますかって言ったら、いや絶対やりたくないですって言って。結局、じゃあ5年後の自分はどう、どう見えてますかって言ったら、僕はいや、YouTube が、え、YouTube とかって、ね、YouTube がもう、 えー、成功していてそして自分のアパレル企業を始めて自分で自分も作っててみたいなそういうことを話し始めて <laughs> まあ絶対雇う側は聞きたくないこと<ー> <laughs> 確かに <laughs> やめる前提じゃないですか、うん、じゃあ何がここでできるのって言われて <laughs> あまあそのジムの周りをこうやって見回ったり掃除したりそしてまあ,あのそういうフォームの説明だったり機材の説明とかそういうのはできますよって言って、うん、で見事に落ちました <laughs> <laughs> マジかうんそりゃ落ちるだろうねそう、so, 質問に戻るけどジムで仕事して <laughs> 楽しいこと楽しいって言わなければ怒られそうですね確かに隣にボスがいるんで <laughs> 別に楽しくなくてもいいよ仕事は仕事だからね、うん、でも楽しいですよでもお客さんとお客さんに教えてって言われて教えてあげてこれ 聞くって言われたらまあ嬉しいしい、うん、もうちょっと簡易と仲良くなると、ね、楽しいと思いますし、うん、やっぱりこうやってもうスタッフの、まあ、ほぼみんな香り以外 <laughs> もうみんなトレーニングしてるしだからたまにそうやってゴートレーするのもいいと楽しいと思うし、うん、なんかファミリーになったっていうか、うん、私はそれがうん。 仕事があまりまあ仕事してますけど仕事がそんなに仕事って思わないっていうのが私は好きです。それ大事だと思う。なるほどね。なるほどね。シンタロは何がいいこと楽しいこと楽しいことまあそんな感じかな。辛いこと辛いことまあだからそうやって仲良くなった会員さんとかが辞めたら悲しい。よよくある 理由っていろいろあって、事務を入ってくる人の理由も豊富なんですけど、出てくるその理由も豊富で、会員人事務の場合、そんなに多くはないんですけど、やっぱり仕事が変わったからとか、それはどうしようもない、あとちょっと体の調子が悪いからとか、まあ悲しいよね、結構僕も仲良くなった会員さんもなんかいなくなったりすると悲しい、なんか向こうも悲しんでて、なんか結構最近まで、なんか。 ブラジル人の人も結構仲良かったけど行っちゃったね<ー>仕事の関係で、うん、悲しいよね確かにまあそんな感じかなうんうんうん <laughs> <laughs> ごめんんなんかねあの今日 MC 役っていうのがいなくて KTV のなんかこのスタイルをね今ちょっとね工夫してるので、まあ、僕が MC なのかな今日は僕の役割だねなんか今日の住みがいがちょっと皆さん気に食わな,気に食わなかったら 個人的に僕に DM を送ってください、クレームの <laughs> コメント欄でもいいですよ。まあ、DM は絶対見ないので、まあ、DM を送ったり。<laughs> まコメント欄に皆さんコメントしてくださると本当に、あのー、助かるんですよ。それがまいいコメントでも悪いコメントでも、まあ、誰かは読むので、でそこで僕らがああここは確かにもっと改善できるなとか、まあ、そういうのは、えー、とても、えーまあ、事実は、truth hurts sometimes。でも、 僕らも皆さんと一緒にどんどん強くなっていくので、えー、KTV れからもよろしくお願いします。こんな感じで KTV を巻き上げていきたいんですけど、えー、今日の KTV は僕、カ a キンそしてレイチェルレイチェルはチャンネル持ってる、る h o s a g a に貼って、おきます t 太郎 o 太郎も、えー、チャンネル持ってます。概要欄に貼っておきます皆さん、えー、この動画を見てくれるの嬉しいんですけど、そちらのリンクも飛んで、えー、そちらの方の動画に、カ a キン t v から来ましたって言って、ライク残したりコメント残したりすると、嬉しいのかな嬉しいですよ。 嬉しいらしいので <laughs> お願いします。えー、エピソード19皆さんここまで見てくれて、Thank you very much。ここら辺で動画を終わりにしたいと思います。See you in the next episode. Bye.